前田選手です、今日は軽量なんですけれども、ここまでのコンディションいかがでしょう。バッチリです。はい、もう順調に思うように進んできた。そうですね、もう39戦目なんでね、それはもう分かってるんで。はい、対戦相手はクレイジーキム、どうでしょう。そうですね、日本チャンピオンでもあり東洋チャンピオンであって、非常にパワーもあって、タフだから面白いですね。もうワクワクしてますか。そうですね、まあ、もちろん怖いっていうのもありますけど、それに対する自分がどう動けるか、そういう未知なる自分が出ると思うし、その時のだからそう味わったことない恐怖とかに対する未知なる自分、そういった面でなんか全てが楽しみ、階級も4階級目になりますよ。そうですね、まあ、挑戦するだけだと意味がないんでね、もちろん勝ちに行きたいと思います。クレイジーキムさんです。コンディションはいかがでしょうか。コンディションは最高です。最高、はい、目をつぶって思い返すほどの、上げてますよ。明日は前田選手なんですけれども、こちらの対戦への意気込みをお願いしたいんですが。頑張ります。カメラに向かってお願いします。頑張ります。応援してください。前田選手の印象は。印象、強い選手、正ボクサー、3階級制覇の。じゃもう一回最後に改めて意気込みを持たれて。タイガー、ありがとうございました。頑張ります。さて、挑戦者の前田寛之は日本人としては初めての4階級制覇もかかっているという大変な試合になります。そういった意味で大橋さん、はい、まあ、本人もいろんなプレッシャーはあると思うんですが、はい、やる以上は勝たなきゃ意味がないんだと本人こう話しましたね。はい、もうでもね、すごくね、もうやっぱりキャリアありますから、はい、すごい余裕が感じますね。どうでしょうか、表情を見ていましても石本さん、はい、やはり前田選手は落ち着いているな、そんな印象を受けました。そうですね、非常に落ち着いて、それはやっぱりベテランの貫禄ですよね。ただその4階級制覇ということに本当に並々ならぬ執念を持ってますんで、はい、そういうもう強い決意っていうのはやっぱり胸に秘めてると思います。一方のクレイジーキム選手はなんともこう、大橋さん、つかみどころのないと言いましょうかね。なんですけど僕はね、すごく今回はちょっと緊張してるなっていう印象を受けましたね。あ、そうですか。はい、やはり今日前田選手っていうのは一番強敵だというのは自分自身が一番分かってると思うんで、ちょっとすごく緊張してるな、ナーバスになってるなって感じしますね。さて、それでは両者の試合前の表情はどうだったでしょうか。リポーターは中岩寺香織さんです。中岩寺さん、はい、本当にキム選手はですね、前日の計量では割とおどけて見せていたんですけれども、今日は全くそういう様子を見せていませんでした。はい、非常に静かに試合を迎えるといった状態ですね。で、前田選手はもう計量と同様に本当に落ち着いていまして、集中力をぐっと高めてリング上で結果を出す、この一言を話してくれました。はい、前田選手の落ち着きようと一方のクレイジーキム選手のこう相手を挑発するような言動ということで、何かこの性格的にはね、対極的な感じもあるんですが、しかしボクシングは大橋さん、はい、もう2人のハードヒッター同士の ね対戦になるわけですから、ボクシングも対極ですけどね、そのスピードとパワーのぶつかり合いになりますから、はい、このぶつかると本当にいい試合になると思いますね。はい、それではまもなくメインイベント、クレイジーキム対前田、ゴングが鳴ります。日本スーパーウェルター級1位、54年の歴史の中で日本で4階級制覇をかけてリングに立つのは前田寛之が初めてになります。ボクシングの殿堂後楽園ホール、
前田コールが鳴り響く中、青コーナー角海老宝石ジム前田博之、今リング入場です。世界に向けて東洋最強の二冠王がリングに向かってきます。注目の日本スーパーウェルター級タイトルマッチ、チャンピオン米倉ジムのクレイジーキム、鋭い眼光、東洋太平洋そして日本でのスーパーウェルター級チャンピオンです。表情としたしかし手々しい表情は相変わらず、クレイジーキムが世界へと邁進するのか。大歓声の後楽園ホールです。チャンピオンのクレイジーキム、余裕の表情か。級制覇のプライダがクレイジーキムの野望打ち砕くか。前田博之、日本スーパーウェルター級タイトルマッチ、歴史に残る一戦になるのか。クレイジーキムチャンピオン、一方挑戦者前田博之、大橋さん、はい、いきなりこの接近戦ですね、はい、両者
者ともにとにかく破壊力を持ってるわけですからね。キムちょっとね、この不用意に前進すると前の簡単飛んできますから、ちょっとね、あの今の、ちょっとこの位置のラウンド大事ですね。白のトランクスがクレイジーキム、黄色のトランクス、こちら前田裕樹。石本さん、はい、この両者の勝負、はい、勝負の分かれ目どこになりますかね。そうですね、もう本当にどんな試合になるか、もう本当にどんな試合が目の前で起こるのかを楽しみに見たいっていう、そういう感じです。はい、もうちょっと一段と見合うのかなと思ったんですけど、こんな一段だと思わなかったですね。はい、クレイジーキム白のトランクス、最後の連打から、うすら笑い、不敵対強い表情クレイジーキム。一方、日本人初の4階級制覇に向けて、こちらもコンディション上々、前田裕之。前田左ジャブいいんですけど、クレイジーキムもね、左ジャブいいんですよね。はい、はい、これですね。重そうなパンチ、前田を捉えた時の音が一つ違う。チャンピオンの場に、迫力ある打ち合いになってますね。チャンピオンの場に、右のフック、右のフック、右左、チャンピオンが押す、チャンピオンのキムが押す。今のところやはりね、この体重、体がやっぱりね、違いますよね。この差が今出てますね。はい、しかし、前の表情は一向に変わらない。さあ、打ち合いになった、タフな前田がね、これはなんか不思議ですね。はい、チャンピオンのパンチをこらえきれませんでした。もう猛然とラッシュ、左右のパンチ、またフルで落ちた。ニュートラルコーナーへ、余裕の表情、チャンピオンクレイジーキム。一方の前田、立ち上がった、もう残り時間がない。第1ラウンド、狙ってくる、狙ってくる、チャンピオンいく、ここでゴング、うわー、ゴングに使われた。1ラウンド終了です。第1ラウンドから重たいパンチが前田を捉えました。チャンピオンクレイジーキム、このね、タフな前田がね、マットに入りましたからね。石本さん、前田2度ダウンですよ。そうですね、本当にタフで知られる選手なんですけども、あっけなくやっぱりこれがパワーの、そのスーパーウェルターのパワーということなんですね。はい、前選手、あの左フックでよく打ち合って、最初のうちはかなり前線してたんですけども、やっぱりあの右右でキム選手こらえて、ちょっと力負けやっぱりしてしまいましたね、今の打ち合いは。はい、キムはね、切れるパンチじゃないんだけど、重いパンチをドスンドスンって打ってきてますが、だんだんね、前田効いてきちゃいましたよね。第2ラウンドです。チャンピオン前田る、勝負を仕掛けるか、逃げない、ダウンダウンダウン、前田ダウン、まだ膝をついている、雄たけびを上げた、自分に気合い入れた前田、入れましたね。まだ第2ラウンド始まったばかり、チャンピオンがいく、ボディ、左右が効いている、前田も左手カウンター狙ってますよ、はい、右が右、右、チャンピオンの右が入った。大歓声の後楽園ホール、超満員、立ち見のファンも多数出ています。その中で第2ラウンドあっさり決めてしまうのか、チャンピオン、あーっとダッチ、タオルも入りました、タオルが入りました。チャンピオンタイトルボール、米倉会長も大喜びですよ。米倉ジムクレイジーキム、チャンピオン防衛。いや、信じられないですね。涼しい表情です。あ
のタフな前田が大の字になってますからね。キム選手圧倒的な強さを見せつけましたね。前田まだ立ち上がることができません。信じられない破壊力、チャンピオンのクレイジーキム、東洋太平洋、そして日本のスーパーウェルター級チャンピオンの座を守りました。石本さん、はい、ここまでどうでしょうか。やはり短期勝負という予想があったことあったんですけどね。そうですね、ここまで本当圧倒的な強さをキム選手が見せつけてくれたというのはびっくりしました、報道陣への公開スパーリングでは前田選手に一発ももらわずに一方的に殴りつける、こう挑発しました。有言実行、まさに恐るべし。クレイジーキム、チャンピオン防衛。日本スーパーウェルター級チャンピオン、クレイジーキムの、あとは2005年、東京都上院で。前田選手も、どうやらこの表情を見る限りは大丈夫のようですが、日本人初の4階級制覇はなりませんでした、前田博之。2ラウンドで破りされました。強いとしか大橋さん形容詞がありません。はい、僕はねちょっとね張り手までもつれんじゃないかと思ったんですよ、はい、でもね1ラウンドゴングと同時に出たんでこれはもう早いなと思ったんですけど、ここまで圧倒的な差を見せるとはね、はい、思いませんでした、2人とも打たれ強いというのも一つの売りだったんですよね、はい、ですから前田が第2ラウンドでまさかこういった状況に陥るとは、大方の予想はどうだったか。今東洋太平洋のチャンピオンも抱えて今リングの上で、この試合負ければ東洋のタイトルも失うところだったんですよね。そういうリスクを背負っての試合だったんですけど、そういうプレッシャーも感じさせなかったですね、はい、勝利の余韻に浸ります。チャンピオンのクレイジーキム、日本スーパーウェルター級、そして東洋太平洋スーパーウェルター級、2冠を守り抜きましたチャンピオン。軽量の時のインタビューとほとんど表情変わりません。おどけた仕草がまたこの人のチャンポイントなのかもしれません。それでは勝利インタビューです。それではお待たせいたしました。5度目の防衛に見事成功を果たしましたクレイジーキム選手です。おめでとうございます。お待たせ。まあ本当に最初からもうイケイケという感じで1ラウンドで2度のダウンを奪ったんですけれども、どうでしたか。気持ちいいね、やっぱリング最高だね。もう強敵と言われていました前田選手、2度のダウン奪っても立ち上がってきた、そこをどう感じましたか。やっぱ日本でテップ取ってる選手は気持ちが違います、はい、そして2ラウンドに入って50秒で TKO 勝ち。ありがとうございます。皆様の応援のおかげで勝つことができました。また頑張りますんで応援よろしくお願いします。いやこれ本当に東洋太平洋と日本のチャンピオンの実力を改めて実証したという形になりましたが、もう世界しか見てないから本当に目指すは次はもう世界戦、みんなが待っています。いつ頃になりそうですかね。早くやりたいよね。早くもうほらリムジンのこのこういう生活にさ変わりたいんだよね。そうでしょ。こうやってこう赤絨毯がシャーってこうねリングジムついたらいきなり赤絨毯だから、でもジムが赤絨毯にするからさ。いやもう本当に皆様待ってると思いますけれども、たくさんの今日ですねもう席が完売、当日券は立ち見だったということで本当にたくさんの方がこの試合を楽しみにしていたんですよ。皆さんに一言お願いいたします。ありがとうございました。頑張ります。世界戦ね、世界ワールドチャンピオン。本当に
ワールドチャンピオンを目指して頑張ってください。今日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。クレイジーキム選手でした。日本スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦、ヨネクラジムのクレイジーキム。クレイジーキムが見事に日本人初の4階級制覇の夢を打ち破りました。前田博之2回での